1989年、制裁により、長年にわたり、国際的孤立下にあった、南アフリカのタウンシップに住む、子どもたち。孤立した国家は、しばしば国内の貧困問題に直面することになる。国際的孤立は、ある国家や政府、民族が、国際社会もしくは大多数の国々が属する、強力な組織に制裁を受けたり、また自ら交流を遮断したりして、 孤立した状態を指す大多数の国々というくくり方は、経済的、政治的、文化的な優位性に基づいて判断されるが、実際の国際社会においては発展途上国の成長と対等などによって情勢が変化し、阻害する枠組みも変化する場合がある。多くの場合、国際的孤立は、特定の国に対する国際的制裁の結果として生じる。ただし、 中には、孤立主義政策をとって自ら国際的孤立の道を歩む国もある。例えば、ムアンマル・アルカ・ザーフィー政権下のリビアは、数十年に及ぶ、反、西側諸国政策や対アラブ諸国政策を展開した末に、リビア国家を孤立させた。ある国からの分離独立を主張する国は、最初から国際的孤立の状態に立たされることがある。 例えば、アブハジア共和国は、ロシア連邦の軍事支援を得て、ジョージアから独立したが、この国の存在を承認している国家は、わずかしかない。キプロス東北部を支配する北、キプロストルコ共和国も似たような状況にある。こうした国々は、多くの場合、強力な隣国の保護下で存続している。いわゆるパーリア国家は、国際的孤立の状態にある国である。 パーリア国家は外交的に孤立し、信頼できる安全保障や強力な同盟者もなく、国際連合のような国際フォーラムではしばしば徹底的な非難を浴びる。例えば1979年にクメールルージュがベトナムに排除された後に成立したカンプチア人民共和国は中国やアメリカから承認されず孤立させられた。また孤立の度合いは限定的ながら、 国際的な協定から離脱した国も国際的孤立の例とされる。例として2011年に温室効果ガス削減を謳う京都議定書から離脱したカナダが挙げられる。イラン革命で皇帝モハンマドレザ・パフラビーを排除したイランイスラム共和国が国際的孤立を深めていく様を VS ナイボールは地図からの脱落と形容をした。 戦艦機のスペイン内に共和制が没落した背景にはその国際的孤立が関係している。1936年8月に24カ国がスペイン内戦に対する不干渉協定を結び、スペイン政府は国際的孤立と事実上の経済封鎖に置かれるという絶望的状況でフランシスコ・フランコの反乱軍と戦わねばならなかった。フランスやイギリス、 アメリカといった民主主義体制諸国からの支援はほとんど得られなかった。政府は国際的孤立の中1939年に敗退した。不干渉協定を無視して第二共和国政府を支援したのは海から物資援助を行ったソビエト連邦とメキシコだけだった。それらもイタリアの潜水艦によって阻止され陸上からの支援ルートとなりうるフランスとの国境も 閉ざされたままだった。国際社会は中立の名のもとにスペイン共和国を国際的孤立に追いやり、後の数軸国を形成する国々に利益をもたらす、結果を招いた。20世紀後半における最も有名な国際的孤立の例はアパルトヘイト政策時代の南アフリカである。国際的孤立に立たされた国には貧困がつきものだが、南アフリカのエリート層は、 地位と富を持ち続け、結局経済的弱者に矛先が向くことになった。ミャンマーも過熱な軍政を理由に国際的孤立に直面した国で豊富な天然資源に恵まれているにもかかわらず医療制度が世界最低水準という状態に陥った。2011年リビア内戦では多くの大国がムアンマルアルカッザーフィー政権の孤立化を図った。国際社会が 反乱勢力を支援し政権に圧力をかけたことで、カッザーフィーは、没落、廃止した。2011年から2012年のシリア動乱では、いくつかの国々が、バッシャール・アル・アサド政権に対し重い制裁を課した。ありがとうございます。